に周り使い方の説明とかはないんですけど、うん、どれが作動してるかとかっていうのをちょっとご案内だけしておこうかなと思います、はい、で、トヨタの安全装備っていうのが自動ブレーキも、うん、使ってる作動するものが違うんです、うん、で走ってる時の前の車とか人に対しての自動ブレーキとかに関しては、うん、フロントガラスの真ん中のカメラとこのエンブレムのところからレーダーが飛んでます、うん、この2つで、検知してブレーキを踏んでいく形になるんですけど、よく一般的に言われるあの踏み間違いの自動ブレーキ、まあ、駐車場とかのものに関してはこれじゃないものを使ってて、ここに丸いのこれかあると思うんですけど、これが前4つ後ろ4つついてます、はい、でこれ一応コーナーセンサーの役割にもなります。近づいたらピピ音が鳴るんですけど、コーナーセンサーが2個以上反応してたらブレーキがかかるようになります。でこれセンサーなのでこういう鏡がガラス張りでもブレーキがかかります。で逆にメーカーから言われてるのはフェンスとかもしかしたら一応かかるとは思うんですけど、網こすけみたいな、そうです、逆にこういう本当に見えないガラスの方がまだいいなと。あ、今あかんの？あ、やっぱりあれだけ繰り返した。これで行けてます。うん、あ、紙。紙持って帰って。もらっておきます。あ、新車の匂いがする。すごいね。すごい新車の匂いがする。はい。はい。まあ、最後はまあ。ヘッドライトとフォグランプ、うん、あとこうもう一個カメラですね、あれドライブレコードのカメラになるので、はいはい、後ろもカメラついた、後ろもサイついてます。あ、はい、で後ろで後ろも最初見にくいんですけど、ここにあるわ、センサーよくあるんで、ジェットだな。でここにボタンがあるんですけど、はい、これを押してもらってパワーバックコンセント、はい、アクセサリーコンセント、あ、コンセントだ、一応非常用になるので、うん、僕から常時使ってくださいとはちょっと言えないんですけど、うんうんうん、はい、もうそのまま入れておきますんで、すみません、きれいに閉まらないです、はい、入れておきます。これ足元で下でも閉まるの？あ、そうですね、真ん中のところに足してみ、横に振らなあかんだろ、こう蹴る感じでやってもらって、お前、なんか位置がおるんだ、なんかあるんかな。はい、始まった。閉まらんな。どこら辺センサーある？なんかあるんかな。やったことあるん？あります、あります。自分のもん、ね。これついとんや。そうそう、いや、これもついてる、ついとったような気がするな、カロクロスって。ブレーキのあるシフトかっこいいです。どれ？ドライブ。ブレーキの、あ、ブレーキのシフトではない。ブレーキのシフトってサイドブレーキみたいな。こんなもんにかっこいいもん、クソもあるか。あのパーキングとかドライブ。イージークローザー。やっぱり広いですね。まあまあ十分だかな。ほんまにな。倒したらもうキャンプ用品乗るよね。うん。この段がっていうね、みたいなこれな。あ、ここ、うん、ここと。トマトな。うん、トマト引いてきてね。うん？引いても。うん、これなんかこれ買ったんかな、忘れたけど。多分なんかつけれますよ。どうしますかみたいな感じで。うん、全然こんな機能があるかどうかわからんけど、カメラついてるのかな。ドラレコですか？うん、ドラレコ。もうドラレコついた、安心します。後ろはまあ、こんなに広いとは。うん。一回閉めますね。うん、水道はついてます。じゃあ開けるときだけじゃ、ひょっとしたら僕のやつは閉めるときもできて。そう、
だ。あ、なんで？ここら辺へ。手品みたいになるよ。なぜ？あ、閉まった。閉まった。あんまり使わんかもしれない。こっち使い勝手のええもんではない。あ、お。でもね、多分ここの真下ぐらいです。おお。ちょっと待たなあかんのよな。ちょっとタイムラグ、これはまあ、うん、どの車もあるんですけど、両方このセンサーの、うん、先真ん中って言ったんですけど、はい、センサーの真下ぐらいに、うんうん、了解しました。はい。で、まあボタン押してもらっても先のキックでも開くんですけど、うん、これ閉める時なんですけど、うん、2つボタンがついてて、うん、こっちに関しては開閉だけです。うん、閉めるだけで。もう荷物下ろして、このまま鍵閉めてほしい。あ、ロックするってこと。だったらもうこれ押してもらったら、何も操作せずに、うん、このまま離れたら鍵が閉まります。うーん、このまま家入ってもいけるってこと。あ、そうです。うん、でこれ鍵も閉まったので、はい、ミラーが多分閉じたと思うんですけど。おー、はい、了解しました。はい、背もたれ一応これ一段階だけ調整が効くので、これで調整してます。これぐらいの大きさが、はい、前からやった方がいいと思うんですけど。はい、次中かな。はい、次中です。後ろちょっと座ろうか。行きますね。はい、そのまま。あ、行きます。はい、はい、よいしょ。これ私の後ろだったら多分むちゃくちゃ広いですよ。うん。あ、はい。これ、ね、電動になっているので、はい、なんでそれ前にやってもらったら調整できる。はいはいはい。メモリーもついたのかな。メモリーはついてないです。なし、はい、これ前にしようと思ったら、そうですね。で、プラスこれ、シートの上下っていうのは後ろを上げてもらったら、シートの上下します。はい。で、膝の裏を上げようと思ったらこれで。おお。なので、うん、はい、後ろ、ここ、こっちでも上下します。こっちも上下します。はい。これはもう背もたれだけの調整になります。すごいな。前後もあるよ。はい。で、これランバーサポートで腰当てになります。これずっとしてると、こう、腰が。腰のやつになる。きた。はい、調整。これまあ、ご自身に調整してもらえると思います。はい。はい。はい、全部レバー類を説明していきます。ここ、給油口になります、はい。で、運転席からのパワーバック、後ろのドア。あ、はい。先のトランクで、うん、ドア開けれるのと、あ、これが先ほど、トランクの左側についてたら、うん、コンセント使うときに、ああ、ここで電源オンみたいなね。ETC の差し込み口になるのと、はい、これちょっと後で説明します、うん。で、ヘッドライトの微調整。上下な。そうですね。はい、荷物の下は前が浮いてまうけん。そうですね。ゼロが一番高い状態。はい、で、下げると下がります。はい。はい、じゃあ、一回、ごめんなさい。サミのエンジンを一回かけてもらいます。ブレーキ踏みながら。届くかし。全然届かない。すみません。はい。で、左側の、はい、ね。これでもう、かかったんですか？動ける状態。また説明してたら、エンジンかかったりします。で、トヨタのハイブリッドがもう、基本的なモーターで動くようになったんですけど、うん、力がいるようになったりとか、充電がなくなってくると、こう、エンジンがかかったりします。で、最初慣れるまでは、この真ん中の、レディ、緑色の、うん、P の、はい、P の腕ですね。はい。で、これがついてたら、もう動ける状態だと思ってもらえればと思います。うん、はい。はい。はい。はい、ドアから、ごめんなさい。ウィンドウ関係なんですけど、この辺、特に、うん。変わりないね。ミラーと、そうですね。鍵と。そうですね。で、ミラー調整するときだけ、これ回してもらって、右は右に回してもらって、うん、左は左に回してもらって。はい。真ん中だと当たっても動かないんですけど、はい、右だと動くようになります。はい、はい。で、この奥様から見にくいかもしれないんですけど、あ、内側に、はい、はい、それミラーの格納になってるんですけど、今平坦な状態、オートにしてるので、先ほどみたいに鍵の開け閉めでミラーが開いたり閉まったりします。ただ洗車機入れるとか、うん、狭い道ですれ違うとかってなれば、これを下側押してもらったら閉まります。ほうほうほう。で、
手動で奥に押し込んでる場合は、ずっと鍵閉まっても開いてる状態になってるので、はい、真ん中にポチッと戻さないかな、オートにしてもらえたらと思います。はい、はい、これつけてもらったオプション、ジュースホルダー、はい、オプションめくくなります、はい、これちょっとつけてる状態にしますね。これオートマチックハイビームってローとハイの自動での切り替えのオンオフになるので、うん、はい、これはついてる状態が正常になります、はい、でもうちょっとヘッドライトなんですけど、これ昔みたいに切るっていうボタンがもう今の車ないんです、うん、絶対オートになってます。なので、まあ、切り忘れも特になくなるんですけど、うん、はい、このオートにしてもらったら、ライトが、あ、ごめんなさい、外が明るかったらライトは消えてるし、うん、暗くなったら加点つくし、あ、はい、なので、でこれプラスこれがついてればローとハイの切り替えも自動で、おもうほらこれ入れとったらしてくれます、うん、なので、はい、つくのも消えるのもローもハイも自動でやってくれるんですけど、何かこうつけときたいとかだったらつけるとか、 あとはそのオフはないんやな、オフはないです、うんうん、ただ夜中とかね、まあ食べたか迎えに行ってライトずっとついてると迷惑だと思うので、うん、一応これ下にやったらスモールになって、うん、ごめんなさい、秒数ちょっと吐き覚えてない、2秒か3秒下にこうずっと入れてもらったらヘッドライト消えるようになってます。あ、それ待ってもらって、でまたこれ動かさなくても、うん、そのまま走り出したら勝手にライトつくので、あ、素晴らしい、はい、待ってる時はその操作を必要に、うん、分からなかったらこれ何回かやったらね、ここに案内出てきます、うん、あ、2秒以上保持してください。あ、ほうなんです。賢いな。出てくるので、はい、でこれ内側はフォグランプ、はい、まあ、ウインカーも説明しません。はい。はい、になっております。はい、あと右側のボタンです。はい、まずハンドルの下に関してはオーディオの操作です。うん、はい、チャンネル替えだったり、音量だったり。そうですね。モードっていうのが、ラジオの AM、FM 変えたりとか、CD 変えたりとか、はい、その辺に。なっていきます、はい、で上が、快適な装備類になってくるんですけど、まずこれがレーンのはみ出し、はい、左のところについたり消えたりしても分かりますね、はいはい、これがついてるとレーンをはみ出した時にお知らせしてくれます、うん、ピッ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 って言ってくれる、はい、そうですね。で速度一応50キロ以上で反応するようになってます、うん、はい、でこれが追従レーダークルーズコントロールっていうものなんですけど、前の車に合わせて加減速してくれたりとか、まあ、自分高速道路でご自身の設定した速度でずっと走ってくれるっていうものになるんですけど、はい、まず設定の方法はまずこの右のボタンで、あ、オレンジ、緑がついたと思うんですけど、はい、でこの状態で加速はね、1回目はご自身でしてもらいます、はい、で何キロでもいいんですけど、まあ、一応高速道路とか自動車専用道路で使うものになるので、まあ、100キロとか、うん、まあ、80キロとかで設定すると思うんですけど、うん、そこまでご自身で加速してもらったら、うん、下のセット、今ちょっと今はセットできないんですけど、走ってたらセット押してもらったら、もうその速度でずっと走り続けます、はい、で前の車が例えば80キロセットしてるのに70キロに減速したよってなれば、この車も減速して70キロまで減速して、でその車間距離を調整するのはこれです。おー、青のが映画自動は、はい、でまあ多い方が遠いんですけど、まあ、これだと割り込みにもなる可能性もあるので、うん、まあ、適時、はい、合わせてもらえればとは思うんですけど、はい、でこの今出てる画面のところにも一応設定した速度っていうのが出てきます、うん、今言ったら80キロだったら80キロで設定する形になるんですけど、うん、その後微調整これできます、うん、100キロに上げたりとか、うん、70キロに下げたりとかっていうのは下げたり上げたりできます。で安全優先なのでキャンセル押すとかブレーキ踏むっていうと解除される形になるので、うん、もう一回追従してほしいなと思えば、それリセットです。リセット、はい、もうこれ押さずにリセット、はい、これはオンオフだと思ってください、はい、まあ、これでも消えるんですけど、はい、まあ、もう一回押したらもう一回セット押さなかったので、うん、それともさっきの設定した速度に戻ってたかったらリセットしてもらえれば、はい、わかりました。できます、はい、これ多分説明する一回使えばなんとなくわかると思うんですけど、うん、はい、一応自動車専用道路、高速道路で使ってくださいっていうご案内にはなります、うん、はい、まあ、ちょっとね、あのカーブが一般道きつかったりとか横からの飛び出しがあったりするので、ちょっとあんまりお勧めはしないです、うん、はい、はい、キャンセルにしたというか、あ、で今はもう奥にしておきますね、はい、はい、
になります。右はこれぐらいになります。右になりハンドル周りになるんですけど、まあ、先ほど言った下は特にオーディオ関係になって、ここが真ん中の画面を操作するボタンになるので、これ一応今あるのは設定画面なんです、はい、オンとかあると思うんですけど、これ大変やな。これ全部一応安全装備関係です。あ、はい、説明はできるんですけど、全部オンにした方がいいかな、全部オンにしてます、はい。この BSM っていうのがブラインドスポットモニターの略なんですけど、うん、このミラー両方端っこのオレンジ色にあれ光るんですけど、車がおったら横から追い抜いて気温を、来てますよっていうの、そうですそうです、はいはいはい、でそのオンオフとか、はい、まあ、プリクラスこれ自動ブレーキとかコーナーセンサー、斜め後ろのバックしてるとき横から来てる車の安全装置とか、あとこれ踏み間違いの自動ブレーキ、はい、あとロードサインアシストって言って、速度制限で40キロ50キロとかもうここに表示されるのが邪魔だったら消してもらってもできます。今は一応オンにしてますんで、はい、あとまあ詳細設定はあるんですけど、今ちょっと設定すると時間がだいぶかかるので、はい、また設定画面に触ってください。でこれ触れるんですけど、一応これ左右一番下が動く、はい、選べるんじゃない、うん、でこれ歯車が今見てもらってた設定画面になって、うん、これは案内です、結構な何キロ点検してくださいとか、ガソリン入れてくださいとか、なんかこの辺が出てくるもので、まあ、エコ情報関係、これ一応上下も動くので、あと先ほど左上に映ってるやつのでかい版です、あの追従のもの、はい、あとオーディオの操作、はい、今何がかかってるとか、 はい、あと車両の情報、はい、これが、まあ、バッテリー、そうですね、モーターからタイヤを動かしてるとか、エンジンからタイヤを動かしてるとか、今充電してるとかっていうのが今どういう状況で動いてますよっていうのが出るんですけど、まあそれだったらエコ情報とかの方がまだいいかなと、楽しみや。これ一回ご自宅でどんな画面があるんかなっていうのを一回触ってもらって、特にこういじってもらって悪くなることはさっきのオンオフ以外はないので、はい、これ一回見てみてもらえればと思います。はい、はい、ワイパーはもう説明省いてもいけますか。いけます、はい、これ速度の微調整ができます。はい、下にも下ろしていったら、弱中速いってなると思うんですけど、はい、その中でも微調整が効く形です。はい、こちらレバーあるんでハンドルの調整が、はい、わかりました。レバー 下に下ろしてもらって、で動きませんか。あ、ここどれぐらい動くんですか。おお、あ、そういうことですか。はい、これぐらいでいいかな。奥にも行けます、ね、それぐらいがいいです。お前合わせたら次割り乗るとき大変やね。あげます。これちょっとね、上げるの硬いんでね。硬いですね、うん、はい、動いちゃうと危ないんで、はい、はい、まあ、一回設定したらともほぼ触ることがないので、そこだけお願いします。で、ナビはちょっと後で説明していきます。シートヒーターですね、前だけなんですけど、運転席側、助手席側、ローとハイがあります、はい。でまあ、長く乗るんだったらローでいけるかなと思うんですけど、急速に温めなかったらハイとかでしてもらえればと思います、はい。で、これは入力端子 USB ついてるんですけど、この画面に携帯のナビアプリとかを入れるときはこのソケットが必要になってきます。いわゆる入力端子です、はい。でこっちにこれオプションつけてもらった HDMI っていう端子のソケットがこちらにありますんで、これは、これでもその使えるアプリっていうのはこちらに表示されるようにはなるんですけど、これは映像入力端子なので、うん、携帯の画面をまま映そうと思ったらこっちの、携帯とこれつないだらこのままってことですね。ただこれ HDMI、ちょっとご主人さんも説明したんですけど、これ線が3ついるんです、うん、HDMI っていう端子と USB の端子と、まあ、ライトニングですね、うん、とそれを一括にする、Apple 純正のソケットがあるんですけど、うん、それを2本を1本にして携帯に挿すみたいな形になるので、はい、分からなくてまたご説明しますけど、2本と1個ソケットが必要に、はい、ハザードランプとエアコンなんですけど、
もう基本オート押しといてもらって、うん、今みたいにこう下げたかったら温度下げたりとか、うん、上げるとまたこの25度だったら25度になるように風量とか、うんうんうん、風向とかも全部調整してくれる形になります。はい、でこれデュアル、これ助手席だけ右と左での左右の分けを、暑がり寒がりとかもあったりするときに、はい、こっちの方はこの温度でとかっていうのを変えることができます。これ押すと、すみません、下がるんですけど、これ押す消すとこっちに運転席優先になるので、はい、なってきます。あとはエアコン、内気外気、風向、あ、ごめんなさい、これエコです。エコ、風向、はい、風量、はい、これもエコ。あとフロントの曇り止め、後ろの曇り止め、あとオフになるんですけど、はい、まあ、基本もこのオートで温度設定だけでいけるかなと。はい、わかりました。思います。はい。で、一番大事な走るために必要なものなんですけど、今回のブレーキ、お車がサイドブレーキ、パーキングブレーキっていうのが電動になってます。今かかってるんですけど、ちょっと一回やってもらいます。ブレーキ一応もう自動で解除されるので、ブレーキ踏みながらシフトを、これレバーがあるんですけど、ドライブに入れてもらっていいですか。勝手に解除されます。で、もう一回パーキングに入れてもらったら、そう。で、これ一応、ついてから、まずは一回話してもらったら。あ、ブレーキ。あ、そうですね。ブレーキを踏むために車が動いてくれたんですけど、うんうん、これがついてから、ブレーキ離す。はい。はい、今ちょっと遠くにキューって言ったんですけど、あれが一応かけてるやつなので、うん、お願いします。なので、一応操作は必要ないんですけど、ブレーキ一回もう一回踏んでます。一応これ手動でもね、解除とかかることは、できるんですけど、もう、まあ、ほぼそれはしないと思うので、シート操作のみでいけると思います、うん。はい。で、こっちのホールドボタンは、信号待ちとかでブレーキを踏んでおかなくても、ホールドしてくれるっていうものになるんですけど、一回体感してもらった方がいいかなと思うので、これシートベルトしてないと作動しないんで、シートベルト一回します。うん、ドライブ入れてもらってますか。あ、ブレーキ踏みながら、はい、でこれ押すと今オレンジ、あ、緑の時計の横のホールドっていう、うん、あれがまずオンオフ、これ押すとあれがつきます、うん、で左にオレンジのホールドがついてる、これがついてたらブレーキをホールドしてくれてる状態なので、うん、今ブレーキ離したら動きません。あ、ほんまじゃ。おお、素晴らしい。で、ちょっと前に車があるんで、ちょっと体感してもらうの危ないんですけど、うん、アクセルを軽く踏んだらこれ解除されるので、あ、はい。で、また動き出してもらう。うん、で、また止まったら、またオレンジのホールドがつくので、それでまたホールドされる状態。あ、だからこれはエンジン切るたびに毎回設定が必要に、はい。なってきます。はい。ごめんなさい、ブレーキ踏んでもらって。はい。よし、終わった。はい。気をつけた。になります。はい。ここは行けますか。はい。はい、これスライドに関してはちょっと力ずくで引っ張ってもらう形です。全部閉めてください。はい。届かない。ただ出してるとね、ここの小物入れあるんですけど、ここレバーがあって届かなくなりますんで。あ、はい。わかりました。で、これに一応シガーソケット。あ、ほんま。はい。で、ここコードも通せるようになってます。あ、はい。で、これ出してるときはこう開け閉めができないので。わかりました。はい。はい、今は出しておきます。はい。はい、これはあまり押さないでください。緊急のやつなんか、ね、SOS みたいなやつかな。緊急の通報になってきます。で、一応エアバッグ連動で通報は行くようにはなってるんですけど、これも先ほど言った T コネクト5年間の契約にはなるんですけどね。はい、こっちのやつ3年です。これに関しては。T コネクトは5年使うんですけど、これ3年になってます。で、まあ、これはルームランプ系ですね。うん、急病とかで押すこともできるのはできるんですけど、これちょっと納車の時に説明で使わんといてくれって言われたんで、うん、はい、まあ、あんまり使うことないかなと。だ、はい、から連絡行くの、あれ連絡行きます。で、救急車来たりとかもします。うん、はい。で、今回ナビゲーションはつけてないんです、地図データは、うん、なので、ナビしようと思うと携帯を
これで繋いでもらう。こっちは繋がなくてもナビを見れますんで。はい。お願いします。で、携帯 iPhone ですかね。iPhone です。はい。で、これスマホ連携サービス何を使うかっていうの設定があるので、はい、ちょっとこれだけ Apple CarPlay に。二人とも iPhone ですか。はい。これで線繋いでもらえばいけるんですけど、はい、これ全部説明してるとちょっとかなりなので、ちょっと一回いじってもらうのが一番いいかなと思います。これだけはちょっと設定はしておきたので、はい、で、ホーム画面、今オーディオ何かかってるとか、ここの設定は自分で変えれます。電話するとか、うん、携帯繋いでたら電話するとか、うん、先ほど言ったようにここで供給状況が見れたと思うんですけど、それを見れる、はい、ここの設定は変えれます、はい、でメニューをしてもらったらオーディオの操作とか設定とか、はい、いろいろあります。でテレビ契約してもらったらここにテレビが入ってくるようになるので、はい、でこの DVD ってやつがこっちの HDMI の端子のやつなので、うん、はい、つなげば光ってくるように、今はちょっと何もない状態になってます。で、一回オーディオを押すと今何がなってるかっていうのと、もう一回押すとソース選択 FM と、はい、これで音量とオフもこれでできます、はい、でこっちに関しては携帯つないでたりとかする時のボタンになるので、うんうん、これは頭使わないかもしれない。チャンネル外とか、うん、携帯接続した時の操作になります、はい、でこのマップは今回ナビゲーションつけてるのであまり意味がないボタンにはなってきます、はいはい、とこれであとごめんなさい、ドライブレコーダーついてます。エンジンかけたら随時録画はしてる状態、うん、で後ろにもカメラがついてるので、はい、前後とも撮ってるんですけど、これ今前が映ってるんですけど、うん、ここにボタンがあって後ろを映す、うんうん、後ろを映すとか、うん、ここからね、カメラのこのくるってやる、あ、そうですね、はい、うん、で、まあエンジンかかってる時こうレックも録画してるんで問題はないんですけど、はい、一応こう撮りたかったものが撮れてないとか、一応ドライブレコーダーの説明書ここに入ってるので、うん、一回ちょっと見通してもらえれば、こうやって停止時も多少は撮るんかな、エンジン切って停止じゃなし、ないです、運転時だけね、はい、うん、一通りはこれぐらいになります、うん、はい、あとこれだけは詳しく聞いておきたいとかがあればご案内しますが、うん、何を聞いてるかようが逆に今聞いたやつ、あ、そうだよ、あのウォッシャー入れるところとかあんな見とこうか、ボンネット、ボンネットの中のウォッシャー液入れるとか、ボンネットどこでしたっけ、あ、ボンネットどこ、右前に、ケーブルこれつないでいけるんですか、いけます、いけます、まあ、一応僕らあんまりはプラスこっちつないでもらって、マイナスはねこっちでつないでもらった方がボディアラスで、はい、そう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 いいと思うんですけど、まあ、それでちょっと噛みやすくはなと思ってます、じゃあこっちのバッテリーのやつとなって、こっちのプラスとボディアラスのバイアラスでいった方がいいね、まあオスラとかも人間的に僕ら補充もしていけるので、うんうんうん、はい、軽い分があれば、うん、はい、ちょっと閉めようか、閉めれる、はい、はい、ちょっとお前ハザード耐えてみ、ハザード
早いんやな。流れます。はい、うん、流れます。あ、ええ感じ。流れるかっこいいですね。うん。なんかこれだけで高級に見えるな、流れるだけでな。素晴らしい。これやろ、だいぶかっこいいです、これ。うん。サイドと。これはつけなかったけどな。はい。やっぱりちょっと感じがちゃうな、エアロ君なら。そうですね、うん、意外とリア安かったもんな、このフルでないけこんな感じですね。はい、モデルスタって綺麗な、もともと。こんな感じで。はい、すみません、ありがとうございました。1年待って待って申し訳ございません。1年やね。しゃあないです。このご時世なので。うん、このご時世なので。ありがとうございました。お世話になりました。世界配信です。よかったよかった。ありがとうございました。はい、これからもよろしくお願いします。じゃあ帰りましょうか。気をつけて。はい。